皆さん知ってあります？旅行バッグと何の話やねん。イタルズバーチャンネル、イタルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで、この前の動画でサントリーローヤルスリムボトルのオールドボトル1990年代のご紹介をさせていただきました。こちらですね。この動画の時にこのボトルのデザインを比較するのにスリムボトルの12年を引き合いに出させていただきました。こちら、こちら視聴者さんからいただいたボトルなんですけど、ローヤルの12年のスリムボトル、今日はこちらの方をテイスティングをしてご紹介をして動画に残しておきたいと思います。前回ご紹介をしたこのローヤルのスリムボトルは1990年代発売のボトルなんですけど、この12年の方は1990年代後半から2000年代前半にかけて発売をされたボトルでございます。前回の動画の時にコメントをいただいてたんですけど、普通のローヤルはアルコール度数が 43% でスリムボトルは 40% だったような記憶がありますが、というコメントなんですけど、前回のこちらのボトルはアルコール度数が 43% だったんですね。で、今回ご紹介するこのローヤルの12年のスリムボトル、これはこの下の方に小さく表記をされてるんですけど、80プルーフということで、これ40度でございます。で、調べると、このローヤルとこのスリムボトルの15年も40度のようなんですね。ただ今のローヤルのスリムボトルは43度ということで、なぜこの43度と40度に分かれてるのかという理由はウイスキー頭でも分からへんな。それは分からんな。ご存知の方いらっしゃいましたら、またコメントをいただければありがたいです。前回も少しオールドボトルに関して触れさせていただいたんですけど、ウイスキーのオールドボトルっていうのは定義はないです。文字通り古いボトルということで、まずやっぱり終売になってるボトルっていうのがまず一つの条件かなと。いろんな説がありまして、1989年の酒税法改正前のボトルをオールドボトルというという方もいらっしゃったら、10年以上前のボトルは全てオールドボトルだというふうにおっしゃられる方もいらっしゃいます。さまざまな解釈があるんですけど、やはりまあ私たちとしては終売になってるっていうのはまずオールドボトルの大前提かなと。でやっぱり10年ぐらいなイメージとして、もう本当に感覚的なもんなんですけど、まあ、10年ぐらい前から以前のものをオールドボトルというのかなっていうふうに思います。例えば、この今の竹鶴になる前の黒ラベルの竹鶴オールドボトルとは言わへん。このオールドボトルに関してはこの瓶内熟成がされてるから美味しくなるっていうふうなことも言われる方もいらっしゃいます。これもいろいろ賛否があるんですね。ウイスキーはこの瓶の中では熟成をしないっておっしゃられる方もいらっしゃるんですけども、厳密に言うと空気に触れてるからその分で若干その丸くなるんじゃないかなというふうに私たちは思います。そやろ。ああ、諸説あり、まあ諸説あるよな。瓶詰めしてから未開封のままやとこの上の部分が空気があるからそれで若干丸くなるっていうことを言わはる方はいらっしゃいますし、可能性がそれを瓶内熟成と言うか言わぬかっていう問題はあるよな。まあ少なくともワインみたいに劇的な変化はないはないな。はい、ただウイスキーは開封するとやっぱり丸くなったり開いたりっていうことがあるやん。だからまあそれを瓶内熟成というのか言わないのかということもあるんですけど、長熟のものに関しては逆のパターンもあるしな。飛んでいく、飛んでもアルコールが飛んでいくというのもあるので、これは単にアルコールが飛んでボディ感がなくなってなんかスカスカになっちゃったりするし、そうとは何とも言えないんですけど、まあこれもそれぞれの個人の見解かなというふうに思います。はい、というわけで12年の方を飲んでいきたいと思います。お色の方はこんな感じで琥珀色をしております。相変わらずいい香り。ローヤルって全体的に柿の香りせえへん。柿感あるか。うん、柿あるな。なんかローヤルって全般的にそれあるなと思って。ああ、でもやっぱりいい香りするわ。まろやかです。前回のこのローヤルのこのノンエイジの方の1990年代でも同じようなことを言ったんですけど、甘いです。甘い。特に余韻にかけてちょっとペタッとした甘みがある。年数でいくとこっちの方が古いんやけど、やっぱこっちは長熟の12年やからその分やっぱりまろやかやな。かな。一つ筋は通ってるな、ローヤルっていうラインナップの中で。加水で飲んでみたいと思います。アルコールの刺激一切ないもんな。ほんまに甘いわ。蜂蜜感バリバリ、何の引っかかりもない。日本人の舌に合う高級ウイスキー。この前の動画のローヤルと同じように水割りで試してみたいと思います。
やっぱ水割りうまい。これだけ水で割ってもローヤルの味がしっかりしているので、まあ、この設計がもう水割りを飲むことを前提に設計されているというふうに思います。特に原稿含めてもローヤルってすごい水割りに合わせ込んだろうなって印象がある、うん、スリーボトルなんですけども、なぜこれがこれといわゆる平べったい鳥型を2つ作ったのかというところなんですけども、まあこれはどちらかというと料飲店向けですね、まあ、高級クラブであったりナックであったりそのあたりでボトルキープをするためにこのボトルが採用されたというふうに聞いてます。まあ見た目も高級感ありますし場所取らないですしね。スクリューカップがやっぱり料飲店向けよな、うんうん、コンディションのことを考えるとスクリューキャップがやっぱりいいかなと思います、まあ、ロックの方でも飲んでみたいと思います。何の言うこともないです。うまい、うまいわ、もうほんまにうまいもんはうまいという感じです。ごちゃごちゃしたテイスティングノートいらんやん。もうローヤルはとにかくしみじみうまい。あ、ウイスキーのテイスティングをお伝えをいろいろするんですけど、このローヤルに関してはもうそんな細かいごちゃごちゃしたテイスティングノートはね不要かなと思うんですよ。もう本当にうまいウイスキーで済まされるかなと思うんですね。それぐらい反省されてるよな、まあ、バーテンダーがそんなん言うとあかんねんけど、でもこれはそうやわ。ローヤルはやっぱ普段飲みようにどんどん飲んでいきたい感じやな、うん、コメントでもねローヤルのオールドボトルは買うところがないんですみたいなコメントをいただいてたんですけど、ただ最近マジで少なくなった。あ、ちょっと減ってきた。ちょっとどころじゃないな。あ、マジで少ない。去年は結構あったよな。あってん、うん、15年のゴールドラベルが1万円以下で買える。買いやすい存在やからさ、旅行バトが絶滅した時みたいな。え、旅行バトが絶滅した時あるやん。旅行バトじゃない、あの人間が取りすぎて絶滅した鳥がいるのよ。それに俺当てはめちゃうかな。旅行バト、捕まえやすい、買いやすい、手を出しやすいっていうのでみんなどんどん買った結果なくなったみたいな。その例えがどうかは知らんけど、いや俺なんか当てはめたいんだよな、ローヤルと旅行バト。まあただこれはどんどん新しいものが出ないから、うん、現存のこの在庫で終わりやから、まあ、日本全国にある在庫でな。 それでまあ需要がバーってなったら当然なくなるからな。そう、旅行バトも繁殖の能力がいや、その旅行バトは知らんねやと。合ってんねんって、ほんまに。なんなん旅行バトって。アメリカでなんかもう今のドバトよりもおった鳩やねんけど。旅行する鳩？旅行バト、とりあえず。お、それ初めて聞いたわ今。あ、マジで調べてみ、皆さん知ってあります？旅行バト。何の話やねん。旅行バトとロイヤルを例えるウイスキーアドバイザーもどうかと思うけど、あの群れで飛ぶから打ちやすかったん。知らんがな。何の話や。というわけでロイヤルのオールドボトル、スリムボトルの102年ご紹介をさせていただきました。若干最近手に入りにくい状況になってるみたいです。なので絶対欲しいなと思う方はですねお急ぎください。いや、それ言うとあかん。あかんか、それ言うとあかんな。知らんけど。はい、というわけでこれが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。なんなん旅行バトって。旅行する鳩、俺鳩ってドバトしか知らんぞ。時速60マイル96km 飛べるほどの、あの、あの、それあれちゃうの、あの鳩のほら何やったら電車鳩ちゃう。もう絶滅危惧種。絶滅した。あ、もうした。したもうおらへんの。あの肉がやたら美味しくて。あ、うまいんか。ジビエや。肉がめっちゃ美味しくて、かつめっちゃ群れ作ってブワーって飛ぶから一気に飛んで撃ったら何か当たって落ちるから、せいで取りまくったんやけど、年間に卵1個しかうまいのかな確か。うん、繁殖期が年に1回しかなくて、人間が食う速度よりも減っていく速度が勝ってしまってなくなった。フレンチやな。で1914年にして絶滅したんやけど。それだいぶ昔やんけ。どんな昔の話やんけ。俺最近の話か思ったわ。だからみんな買いすぎて取りすぎてなくなりかけてなくなったってなんかぽいなと思ってて。ローヤル、うん、旅行バト。ローヤルは旅行バト。というわけでおしまい。